さあ、こんにちは、ダイダラです。二の国2、第9章からです。ハムナル、これですね。新玉線。全部集めた。どうなるの、これで。え？なんか新玉線の色がなくなって？わー。邪神が復活する。これで我が悲願は達成することができる。どうなっちゃうのこの世界は。な、曇り空やで。え、マジで、もう終わりじゃねこのゲーム、そろそろ。何か嫌な感じがする。エヴァン君、何かを感じ取る。おい、どないしたんや。ボンゴ、お前は、縁か別に。ドラゴンになってくれんか、またお前。どないしたんや。第9章、王となるもの。やっていきましょう。エヴァンのことですよ、もちろん。ダイダラかもしれんけどな。俺も王様な。え、ローランがなんか、何？どうしたお前。お、え、魔晶器じゃないよな、この色。何これ。ローラン。どうした？え？なんなのこれ。大丈夫だ。あの空を見たか？あれはガットたちが偵察に向かった方角だ。ごまかしたで、ローラン。あれはきっと、天気が悪いな。今夜は雨だよ。違う。うわ、嵐やで！竜巻こんな鳴る？え、赤くなった空何あれ？ドワーオ。なんか降ってきた？大陸あれ？なになに？隕石？え？コンペイト？でもすっげえでかい。え、それ落ちてきた。世界滅びるって。ねえ。ドファー。津波起こるって。エスタバーニャ海近いんだよ。危ない。ドワウさ、黒い丸。ねえ、まあ。コンペイト、コンペイトっていう島でしょ、多分。ねえ。おー、ガット。海が？周辺の海が干からびた？なやこれ。ここラスだんや、絶対。さあ、トゲトゲした岩の。これが、え、ちょっと、あれ？本体やったん？あれ。マジか。虫的な甲殻類。いや違う、もうモンハンで見たことある。いや違うが、立つの二足歩行しかも。ねえ、ロボット呼んでこなきゃ。どうしよう、勝てる気がしない。あれは守護神なんて大きさなの。わ、海が世界滅ぼされるって。あんな無理やん。あれがかつて滅びた国？滅びた大陸か。うん、見合いたで。これゴールドパウンドのやつだね。シーラザラカン。で、グランリーフ。そして、ゴロネール。四つの守護神。それの新玉線がなんか、何しとるんやこれ。あいつに力与えてんのか。なんやろあれ。ゴーラを世界に取り戻した。言わんのかお前。さあ、二の国に住まう全ての者ぞよ、ソウルを捧げ、我がアラゴリア復活の礎となるがいい。え、やっぱ世界を滅ぼそうとしてるんやな、こいつ。クソ野郎やんけ。何その光。それがソウル。何それ。魂。何何それ。何吸収したんお前は。うわー。毒の霧っぽい。よくわからん霧をブワーってばらまいてる。何あれ。モンスターそれ。あれ一つ一つが。
世界終わったどうしよう。民を増えろ。さすれば新玉戦は強まらん。ソウルさえあれば民などいくらでも生み出せる。民ってのがあのモンスターなのかな。どうしようこれ。どうしたね3人とも。戻ったぜ。エヴァン様、ご報告があります。いやまああかんやろこれ。まあ察しはついてるだろうけどね。これもう世界終わったでええか。もうどうしようかこれ。レベル上げなきゃな。とりあえずストーリークエスト、ご支援、邪神の復活。やばくね？リーフブック。で、イケてる人がいますよ、で、え、それで、シェン・ラオ？ねえ、シェン・ラオを、もしかしたらツバクロで呼べる可能性がある。とりあえず、ゴロネールが同盟を締結、アンブレイバボー！エヴァンを治めるエスタバニアがゴロネール王国、自分を追い出した国と同盟を結んじまったぜ！信じられない。すべてが同盟国？五大国？ってことは戦争はなくなったってわけやな。よかった。でも喜んでる人はいるわけやな、ね、やっぱ戦争がなくなってってことでね。ローラン大丈夫？さっき体調が良くない。何があったんやローラン。ゴーラのプレッシャーがやばいでーって。お頭もセシリウスもシャリアも無事でよかったってな。ほんと大丈夫やった、ね、ゴーラは邪神というの納得だわ。恐ろしいものを見ました。ガットどうしよう。あれ勝てる？倒しに行こうとか言うの？やっぱりゴーラが復活したんだね。はい。暗黒海陸上空にて遭遇しました。メモリスに記録してあるわ。あ、メモリス便利やな、こういう時。で、わお。邪神ゴーラは、幻の猛野と思わしき大地と共に突如として異空間より姿を現しました。これがゴーラか。なんて大きさだ。でっけえな、これ。え、ウルデアゴン？いや。ドララガ・ナーガにバルモディーン・ベルガシーもいた。どうしよう、全部か。あ、違う。あ、そうか。詳しいことは分かりませんが、おそらく新玉戦の力で生み出した偽物の守護神。でもう一回戦うってことあるってことか。見たところ、この偽の守護神4体がゴーラを覆うような結界を張ってる感じ。で、そして、その後、方法から飛来した光の玉のようなものを体内に吸収した。ん？なんだろうね、この光の玉が。これがソウルってやつかな。光の玉を吸収したゴーラは突如、次の瞬間、黒い魔物を次々と放出し始めた。ねえ、ものすごい数が一瞬で四方八方で飛んでいった。この国には特に影響出てないけど、どうしよう、それ。いつか影響出てくるでしょう。見立てでは、ねえ、光の玉はソウルと呼ばれる人間の生命エネルギー。ゴーラは、世界中の人々のソウルを奪うことで魔物を生み出してる。じゃあ奪われたわけか、ローランも多分。生命エネルギー？ねえ、ゴロネール、ね、王国の大臣がハムナルによって生きる屍のような状態にされたのを覚えてますが、あれこそソウルを失った人間の姿。ほう。つまり今頃多く、世界中の多くの人間がゾンビみたいな状態にされるのか。やべえじゃん。奪われたソウルを解放すれば可能性はある。ねえ。だがこの国で奪われたやつは誰もいないでぜ。よかったか？ねえ、ポンゴがいるからよ。マジか、お前。ワイなんかした？ねえ、この国と他の国との違いは、王と新玉戦につながった守護神がいるということ。ほんまやで。守護神の加護を受ける国は強いわ。ポンゴ、お前やるな、意外と。やるじゃん。せやろー、せやろー、わいも、実はわいもな、前々からそうやないかなと思っとったんや。調子いいな、お前。うん、ハムナルは何のためゴーラを？2億人を滅ぼすため？わらわから答えようぞ、誰？どちら様？あら、女王様！久しぶり。ねえ、ホメディアス様？エヴァン下級の要件へブレを許せ。テレポートできたんやな。ハムナルナルナハルデクナルについて調査させてもらった。今から2000年前、邪神ゴーラを守護神とした国があった。それがアラゴリア王国。
ハムなる王様やってんな。小国だったアラゴリアは他国を牽制するために邪神という強大な力を自ら受け入れたとされている。ああうん、そこはオッケーやな。だがある時を境にアラゴリアは世界から姿を消した。ねえ、邪神ゴーラを制御できずにゴーラが生み出した異空間に飲み込まれたと。あね、ハムナルの目的はゴーラと共に異空間に行けたアラゴリア王国を世界に蘇らせることだ。復活できんの世界もっかい。ねえ、でゴーラを制御するためにね、あのムサカたちの新玉線が必要だったってことか、ね、いっぱいいるってこと。他の人の新玉線でもいけんのそれって。確かにゴーラと一緒に大陸が現れた。つまり2000年前にアラゴリア王国があそこにあったわけだな。あのじゃあソウル奪う必要なくねってやつ。ねえ、やつが世界各地からソウルを集めておるのは自身の配下を増やしてゴーラの力を強めるためであろう。ねえ、邪神を守護神にするほど野心のある国家じゃ復活しただけで終わるとはあるまい。世界統一。ねえ、ソウルを奪い二の国の民をアラゴリアの民に置き換えていく。世界の支配をねえ目論んでるかのようなじゃ。やべえじゃん。絶対許すわけにはいかない。いや、今五大同盟ねえブラハマの約定がある限りみんなが力貸してくれる。でもあんな化け物を止めることできるのかな。一つだけある。ねえ、2000年前に邪神を払ったとされる聖剣じゃ。出た、伝説の剣。聖剣欲しい欲しい欲しい。アリカの詳しい場所はわからない。わからんのかい。ゴーラが死の力を取り戻すまでにはまだ時間がかかると見ていい。それまでに聖剣を手に入れることができたら奴を葬り去ることができる。ねえ、どこにあるかわかんないじゃしょうしょうもない。どこあんだやろうな。ねえ、ゴーラのとこかな、大陸のとこ。2000年前となると伝説の域ですからね。図書館行く、とりあえず。ねえ、これどうしよっか、うん、あそこならあるかも。公文書館、ゴールドパウンドの、はあ、そこ。そう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 、メルドラ。確かにあそこは数千年前の文献が残ってるとメルドラが言ってた。では他の国の王にはわらわから伝えておこう。ね、政権の手がかりを探ってもらいたい。はい。いや、なんかいろんな国が協力してるっていうのいいよね。ゴロネール協力してくれるかな。さあリフク。ね、ゴロネール王国に戻ります。あ、これって最初にエーモンモロタやろこれ。ね。ニャウ族狩り終了。ね。ラウゼオ様を殺した中大王は憎いけど、一番辛い立場のエヴァン様が許したから気にしないことにしたって。ねえ。よかったよかった。絶対絶命、二の国に迫る危機。どうすんだこれっていう。さてね、二の国2、まだまだやることがありますが、とりあえず今日はね、まずつば九郎行きましょうか。はい、来た。つば九郎じゃ。さて、とりあえず交換見てみましょうか。お金あんま300枚。おステファニーじゃん。ねえ、この女子力の子やん。わ、ゴロネール系の人めっちゃおるなこれ。ねえ、エレガント武器設計術。ねえ、あ、ビジネスの流儀、マジナリの神髄。ねえ、俺が欲しい、あ、ゴッドファーザーもこれいるやつや。ねえ、なかなかね、あのレアなやつばっかりですこれ。全部ちょっとやっときましょうか、とりあえず。ね、話すだけだもんね、これ全部。楽勝じゃん。よし。ただ、足りるか、足りないよね、これ。やべ。ちょ、待って。まず、クエスト受けるわ。足りない気がするなぁ。400枚ちょっとかぁ。いけるかなぁ。とりあえず、どんどん紹介してもらいましょうか。グランリーフ。なんたら。あ、全然足りるやん。ね、俺の足し算が全然できてないよ。大体だったわ。意外といけたな。よし。よし、じゃあ今の人材、ちょっと全員ね、雇ってきます。さあ、この3人組久しぶりじゃん。おい、女子力。エヴァンくんじゃん。ね。ありがとね。スカウト OK よ。さて、これでステファニーが仲間になったレジェンドチーズケーキってもらった。ありがとうございます。イエイ。ね、いろんな国の女子力の研究ができるんで最高じゃん。あれ、この2人もなんかクエスト持ってんだよな。まあ、それまた後日って感じで、多分仲間なんのかもしんねえ。2人目。ん、仕事の話でなければ手短に頼む。スカウトか、王に護衛を頼まれるとは怖いだ。
ミスターエヴァン、仕事引き受けよう。よろしくミスティちゃんが火を吹くときを楽しみにしろ。ね。公安タイヤって。SP らしいですよね。うん、経験値5、話しかけるだけで5000もらえねんで。ありがてえ。ミスティちゃんは武器の名前だ。武器に名前つける人、珍しいね。よし。じゃあ次行きましょう。さて次はゴロネール王国に来ました。あ、こいつか。最近のエヴァン様のお話はスバクロ、ね、おじさんからお伺いしてますよん。歴史に残らないことやるなんて感心です。僕ちに歴史学者ですから、知ってることですけどね。ね、こんなことした王なんてどんな記録にも残ってませんよ。なんでバカにしてたんですけど、エヴァン様見てたら僕ちに気づいちゃったんですよ。ね、今のエヴァン様がやってるみたいな歴史に残らないやり方がいっぱいあったじゃないかって。エヴァン様の元について、あらゆる活動を記録します。さあ、これで歴史学者ですね、マウ族。マウ族が来てくれるってなんかでもいいよね。はい。なんかいろんな国のね、いろんな人種の人が協力して国を作るって。ね。なんかそんな感じなんやろな。はい、じゃあ次はこの横のやつですね。やあ。はいはーい。目利き商人ネズワルドで、道に落ちてるアイテムからも価値を見出し、より良いネタで売るぐらいの手分の差がありますよ。ん？ねえ。詳細信じていただけるのですね、っていう。こいつはね、いいぞ、ビジネスの流儀。商店街ですごい使える。なんかね、キングダムボードでもね、こんな特殊な能力を持ってる人材がいないと雇えなくなってきたんだよね。あ、新しい建物を建てれなくなってきたの。なのでね、ちょっとレアな人物を大事にしていきたいと思います。さあ次の人物のとこ行きましょう。さあこの住宅街のこの橋の下、うわー、お前クマで来たぞ、大丈夫か。私をスカウトしに来たのね、スバクロおじ様、仕事したのね。チューレル、人には姿見えせない、まじないし。まじないしか。ねえ。外に出なかった私も悪いけど、ね、明るいまじないがしないの、ね。新しい国なら私を知らない人も多いだろうからね。オッケー。さあ、チューレル。またマウ族のまじないしが仲間にあった。いいぞ。じゃあ次かな。フクロウ帝の人かな、これもしかして。あ、横にいた人か。こいつか。エヴァン様、パン屋のミシャね、スカウトしてくれるなんて嬉しいな。中谷政権下ではニャウ族の私はパンを売れなくてな。で、よその国に店を他の人に託したら潰れずに済んだけどね。ならいっそ他の国に行っちゃおうって思ったの。エヴァン様の国はいろんな国から人が集まってるらしいじゃん。ということで、パン屋さんができました。嬉しい。お魚ベーグル5個もらった。あざすー。よろしくー。パン好きなんだよね、俺。アンパン好き食べたい。お、いた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 。チーッス。ちょっと太ってる方ですね。あ、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 うちの農場はゴロネル1ですのよ。マウ族のコツコツと真面目さ、コツコツとした真面目さが水を結んだわけですわ。でもね、1番になってしまうと張り合いがない、悩んでたことに気づいてしまったの。はい、ってことで、新しい新天地。ね、ゴロネルの農場はうちの主人に任せることにして、エヴァン様の国で働かせていただこうと思いますの。すごい、仕事人間って感じだな、この人。ね、一番になったからつまらないから新しく作るわっていう。ね、一番になったら一番でいいじゃんって思うんだけどな。そういうわけにいかんねやろな。さて、これで、ね、だいぶできましたので、一旦エスタバニア帰りましょうか。はい、キングダムウォードですね。さっき言った人材のさ、この人の、ね、エレガント武器設計術っていうのがね、あるとね、今までできなかったものができるようになったんですよね、これ。あ、これじゃなかった。どこだ？どこだ？これは品質アップ。ね、これ作っときましょう。やっぱね、才能が大事。ほんと、世の中。世の中才能。で、さっき言った人のね、ここ。ビジネスの流儀を持つ人材がいないと、ここのエネルギッシュ商店街は作ることができない。ねえ、なんかほんとこういうのあんだよね、なんか。なんでちょっとね、いろいろと作っていきたい。で、ここなんかもらえるの。おお、いきなりええもんもあるんだ、これ。KG がね、ほんと足りないのよ、全然今。KG くれ。誰が。で、農場も、確かね、ここら辺にあったはず。確か、ゴッドファーマーってさっきのおばちゃんいたじゃん。おばちゃんいた。これはあると思う、四方の畑。あのおばちゃん呼んできて、こんな隅っこに畑、こんなちっちゃいの渡すって、マジでエヴァン君鬼やな、ほんま。嫌いなんちゃうん、実は、おばちゃんのこと、ほんま、エヴァン君。なあ。こんな気してきたで。ひどい話だで。よし。さあ、ちょっとね、時間まだあるので、ちょっと人材派遣でもしてきますか、しばらく。人材収集や。
そんじゃまあサブクイやりましょうか。ここの2人、3人組がいなくなったら寂しいもんな。エヴァン様、お久しぶりであります。ね、近代システムの回収に追われておりまして、ストレス解消として剣術、道場に通い出したでありますよ。あ、そうなんだ。頑張ってくださいね。剣の腕前が道場内でピカイチになってしまったであります。すごいや、トレシー。だったら、その剣の腕前、うちに来ない？お断りです。なんで？女子っぽくないからです。ねえ、男だらけの汗臭い戦場なんかにトレイシーが出撃したら、ねえ、女子力がゼロになります。ねえ、条件をクリアしてくれたらいいって。何？進軍女子が3人いること？ねえ、いると思うけどな、進軍女子3人。ねえ、多分いると思うよ。大丈夫っしょ。ほら、おるぞ、ちゃんと。むむむ？女子力マックスそうな女性は？うん、進軍女子だっけ？女の子連れてきたよ。全員ってわけではいかないから、この人だけ連れてきたけど、どう？なんですと？進軍女子が他にもいるってわけでありますか？めっちゃ楽ちんやったな、これ、このクエスト。ねえ、エヴァン殿の国は夢の国でーす。入隊よろしくお願いします。なんでよ、ねえこ、テクノロジー革命っていう、すげえ能力持ってんのに、なんでよ、進軍部隊なの？女子力もアップするはず。しないと思うけどなぁ。さあ次、ローラレベル上がっとるかな。さて、グレイダス平原の王エヴァン。女子力だけじゃなくて魔法も得意だそうだね。うん。魔法だったらそうだな、レイヨ。魔法？ねえ、時を戻れ。アンチエイジングできるか？ねえ、見た目を若々しく保つ方法のことよ。ってね。うん。魔法を使えば肌だけ若返ることができると気づいたの。あ、そうなんだ。やってみるか。覚えてますよ、一応時を戻れは。ね、これも楽ちんやったな、ほんま。はい、行きましょう。あの、大丈夫？本当に。はい、肌だけにしてちょうだいね。頭まで戻したらね、利益が減るよ。うわー、緊張してきた。チュー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 、肌だけ戻す、肌だけ戻す、時を戻れ。うわ、わかんねえ。どうです？ああ、すごい！実験は成功だわ。ああ、気軽に使えないよ。でも、ね、これからは、グレンダがあなたの国の魔法研究に力を貸すわーって。研究が進めばもっと気軽に使えるようになるかもしれないわ。すごいね、みんながアンチエイジングできる魔法って。ねえ、みんな10代になっちゃうで。赤ちゃんみたいな肌になっちゃうで。ね、一桁になっちゃうで。さあ、3人組。思ったより一瞬で仲間だったな。まあ、ええか、今日はこれで。なんか倒れてるけど。うん。まあ、それもまた来年ってことで。見て見ぬふりしましょう。僕はね、悪い王様ですからね。さあ、皆様、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。さあ、次回はね、メルドラ公文書館の聖剣の文献探しつつ、ちょっとレベルね、事前に上げときたいと思います。また次も見てください。あ、そばよ。